紙皿紙皿とは、紙でできた皿などの食器。環境への配慮からアシア、足やバガスなどの非木材子を原料とする紙皿もある。用途に応じてグラタン皿やカレー皿のような所定の料理を盛り付けるための製品も見られる。ピザを乗せた紙皿紙皿は、板紙や厚紙などの紙を原料とする食器であるが、一般に流通しているこれら厚手の紙を、 フレス加工などで成形して大量生産されているものでは使い捨てを前提とする。このようなことからピクニックのような行楽、食品売り場などでの試食、災害において断水などの諸事情で食器を洗えない、環境において衛生的に食事をとるためなど幅広く利用されている。汁物を入れるための深みのある紙皿はペーパーボールとも呼ばれる。なお、 紙製の食器としては、紙皿の他に紙コップがある。その一方で、漆器の一部には和紙を貼り合わせて、形を作り、これに漆を重ね塗って、軽量な器とする技法もあり、この技法は、紙製の食器にも使われるが、それら紙製漆器は使い捨てを前提としない。これらは、使い捨ての製品であっても、一定の耐水性を持たせてあり、 水気を含んだ食品を乗せても漏らないようになっている。ただし紙コップでは表面にポリプロピレンなどの合成樹脂製フィルムをコーティングしてある製品が主流であるのに対して、紙皿では紙そのものに難水溶性を持たせるため紙繊維を固める接着剤を利用している製品が主流である。ただしどちらも耐水性には一定の限界があり、紙パックのような飲料などの輸送、 流通コンテナとしての容器に比べると、長時間水気を含んだ食品や液体を入れっぱなしにしておくことには向かない。あくまでも一時的に食品を乗せておくための食器である。こと使い捨て食器、容器としては安価であるため、発泡スチロール製の使い捨て食器と並んで広く利用されており、特に PSP 製食器が環境中に放置されたり、 焼却処分される場合では、環境負荷の高さが懸念されるのに対し、紙皿では、燃えるゴミ一般と同じ扱いで廃棄できる点で、有利とみなされる。逆に耐水性では、PSP 性使い捨て食器に軍配が上がる。ただし双方とも環境中に放置されれば、環境の美観を損ねる、ゴミ問題を生むなどの問題を含むのは同じである。紙製品一般では、 リサイクル手法がそのおのおのに発達しているのに対して、紙皿では廃棄に際して食品の残りカスや付着した調味料などを取り除いてまでしてリサイクルする業態が確立されておらず、主に焼却炉で焼却処分される。基本的に使用後は焼却処分される物品であるため、その原料を環境に配慮して再生紙に求める傾向が見られる。 ただ再生紙で全て作ると、色調の面で衛生的と見えないことにも絡み、表面は白い再生紙ではないパルプ原料の紙が貼り付けられたものが利用される。その一方で、砂糖キビやトウモロコシなど食品用農作物の食品廃材を原料とする被木材紙の利用も見られ、これら被木材紙では繊維の質から、 厚手の板紙をそのまま圧作成形した製品も、エコロジー的な側面を謳い文句として、かつ、紙皿一般よりも厚手な素材を使うことから、プレスによって成形しやすく、深皿やボール内し丼のような皿以外の食器も見られる。クリームを持った紙皿の使用例安価な使い捨ての、皿としての用法以外に、遊びの範疇での玩具を作る、工作の材料に使われることがある。 例えば工作少年などを対象とした工作指導書では丸い紙皿を2枚用意して片方の糸底を円周上に切って中央をくり抜きそれを下としてひっくり返した紙皿を被せて円を接着ないしホッチキスやセロハンテープで固定これをフリスビーとして投げて飛ばすこの他にもストローを軸に紙を何重にも巻きながら接着して 背の低い円筒を作って、ストローを引き抜き、紙皿の中心にこの円筒が貫通する穴を開け、円柱を貫通させ皿の底に、円筒の頭が覗く状態で接着、固定し、皿をひっくり返して、皿の底から飛び出した円筒に、ゴム風船をかぶせ、ストローを、円筒の穴に刺して、風船を膨らませたら、平らな板の上に置くことで、風船に蓄えられた。 圧作空気が噴出する圧力で、ホバークラフトのように浮上して滑走する玩具が作られる。身の回りにある加工しやすい紙の円盤として、風車やフェナキストスコープの製作などにも利用される。また一時的に物品を乗せておくためのトレーとして利用されることもある。パイ投げでは紙皿をパイに見立てこれにシェービングクリームやホイップクリームが盛り付けられ投擲される。 紙皿は柔軟でもあるため、一万一紙皿が、衝突しても安全である。紙コップ、紙皿の輸入大阪税関調査統計課、2020年1月6日、閲覧。ありがとうございます。